こんばんは、ありがとうございました。じゃあさっきまで本当にたくさん泣いて、そうですね、なんか STU 卒業ありがとう、こんばんは、お疲れ様です。感動しましたか？ありがとうございます。私ももう今日は夜公演始まってからもうずっともう涙こらえるのに必死でした。もうたくさんありがとうございました。今日は壮行会で3曲壮行式ブロックを披露させていただいたんですけど、今までで一番泣いた。本当ですか？そんなに？ありがとうございます。アイドルの夜明けから始まって、海を渡れをして、最後はジワルデイズでこの3曲を披露したんですけど、この3曲にはすごい、もう全部ちゃんとなんかもうこれは2ヶ月ぐらい前ぐらいに決め、うっすらもうこんなことやりたいなっていうのは決まってたんですけど、決めて、まあ、2ヶ月ぐらいもそれぐらいいっぱい考えて、そう、早川さんと、早川さんがもうやっぱり私の STU 人生を一番全部分かってくれてるので、見てくれてるので、全部早川さんに託して、そう、一緒に考えました。アイドルの夜明けはなんでこの曲にしたかというと、この曲はもう歌詞を見ていただいて、本当に更新から始まるんですけど、本当は最初なんか全部撮影 OK で、全部撮影可能な時間にしようと思ったんですけど、それが叶わなくて、そう、アイドルの夜明けは、うん、アイドルの夜明けが来た、デディカカカン、あの太陽は私だっていうことでね、はい、歌詞がぴったりで、これからいろんな夢に向かってみたいな、本当にアイドルの夜明けみたいな、ちょうどそういう立ち位置にいるので、ポジションにと、そういう状況の中にいるので、今歌うアイドルの夜明けに、これまた意味があるんじゃないかなと思ってしました。はい、そして海を渡れはこれから海を渡ってマレーシアで頑張るということでね、お疲れ様です、ありがとうございます。更新から出てくるアイドルの夜明けで、ちょっとクスクスみんなが笑って、海を渡れではかっこいい私を見せて、ファンの皆さんに大きい声を出してもらって、エールをもらって、一致団結して、そうですね、フラッグで、ここはフラッグも用意してもらったんですよ。海を渡れは強い歌詞なので、こう強い決意のある海を渡れの歌詞なので、自由はそこにあるとか、未来は先にあるとか、結構、はい、強いメッセージ性のある海を渡れを歌って、かっこいいところを見せました。見せたいと思って踊りました。こんばんは。
そう、そこでビデオメッセージもいただいて、この間にもうビデオメッセージでは本当に、なんて言ったらいいんですかね、今でも泣きそう、もうあのビデオメッセージ見るだけで泣きそう。なあちゃんから始まってこんなにたくさんの人になんか本当にお世話になったなと思って、もう、いや、もう本当に、感謝の気持ちでいっぱい何が言っていいんだろう、はい、そういうキリンさんも、もうキリンさんは偶然早川さんがマネージャーさん同士仲良くて、そこから仲良くなれて、誕生日にプレゼントをしに行ったり、パンツのなんか本当に生誕祭でもお手紙を書いていただいたことがあったりしてね、ありがたい。そう、まさかサッシーまでね、あれをもうメッセージをくれるなんて、もうめちゃくちゃ嬉しくて、そう、こんばんは、ありがたい。サッシー、まあ、サッシーの言葉もなんか結構全部それですごい泣きそうになってサッシーの言葉が本当に素敵な言葉をプレゼントしてくれて、もう泣きました感謝の気持ちでいっぱい。あかりんさんも、いや、みおまるもね、エゴさんも昨日ね見に来てくださったんです。ほのたんもカープうん、多分昨日撮ったあれ撮りたてほやほや。いや、そうですね、そしてそうですね、ビデオメッセージがあって、最後はジュアルデイズ、ジュアルデイズの演出もちょっとファンの皆さんにはこう X でずっと匂わせをしてたんですよ。縦読みでジュアルデイズ、じわったじわりました、プンプンした、ジュアルデイズ、はい、縦読みで、なのでもう本当にファンの人に歌ってもらおうと思って、歌ってもらう時間も設けて落ちサビはもう皆さんからの、皆さんからのなんかメッセージ、なんだろう、私が歌う側もそうなんだけど、なんか皆さんからいただく方のメッセージかなと思って、ここから皆さんが歌ってくださいって、皆さんに歌ってもらいました。もうリハーサルの時からファンの方が歌ってるのを想像して泣いたんですけど、まあ実際は思った以上にファンの皆さんが動揺してたので、自分でもう大きい声で歌いました結局いや、客席側になんかねマイクを向けて、もう全く歌ってもらうのを全部託すのをが初めての試みすぎて、私の中でも、素敵でした、はい、ありがとうございます、嬉しい。
でもしっかり途中から大きい声、だんだん大きくなって声が聞こえました。ありがとうございます、本当に。そして最後はスーツケース。スーツケースはですね、あの空港の映像に、大好きな人で、大好きな人はここからあの ST48 を引っ張っていくメンバーたちに託して、あの私はもう行ってきますをして、キャリーケースをガラガラ引いて、引いたキャリーケース現物を、もう映像でも流れましたよね、ちょうどモニターの歌詞に気づいてから歌えた、ありがとうございます。そう、声聞こえましたよ。お疲れ様です、ありがとうございます。楽しい、本当にありがとうございました皆さん。またゆっくり話してです。今はあのもうなんか本当にほっとして終わったのが、なんかもう緊張しすぎて、今日もう喋ったこともちゃんと喋れてたかも、なんかそうですね、なんか あのちゃんと言葉が出てこなくて、あ、やっぱり私は本当にまだまだだなと思ってステージに立ちながらもうなんかもう言葉が全然出てこなかったけん、未熟さ感じた。これからまた頑張っていきたいと思います。はい、いやもうビデオメッセージくれた、もう有野さんもマサルさんも、もうほんまに忙しいのに、だってってかこれも運命かなと思うんですよね。 MBS ラジオでよいこさん、ダブルよいこ、ダブルよいこではないか、二人に合わせてよいこかって、あのもう1年目に有野さんにあんなにお世話になって、2年目にあんなにマサルさんにお世話になって、もう本当に本当に本当に素敵です。ねえ佐竹さんも花束持ってきてくれて、佐竹さんも最高だったもん、マジで持ってくるタイミング、いやめっちゃお世話になったけん、I know JKT48。 こんばんは、素晴らしい祖国、ありがとうございます。私も後でなんか自分がどんな感じで映ってたかなっていうのをちゃんとあのフルで見ようと思います。はい、見返そうと思います。皆さんもぜひ見返してみてください。今あのちょっとお腹が空いてて、あの朝食べた時からちょっとまだ何も食べれてなくて、これからちょっとサラダでも買いに行こうかなと思ってはい、ちょっとこの後はサラダでも買いに行って食べたいと思います。お腹空いたので、皆さん本当にありがとうございます。また今本当にもうなんかほっとしてそう、またゆっくりお話しします。ちょっとの配信だったんですけど、来てくださってありがとうございます。なんか今でも、もう今もう本当にまた実感しちゃって、いや今の瞬間にまた待って、今お腹空いてたか言ってた2秒後ぐらいにまた実感しちゃってないだろうねえ、本当に最後のライブが終わったんじゃ私。え、どうでしたか壮行会、本当に大丈夫
どうだったんだろう、どんな感じで映ってるんだろう。もう本当に三曲っていう、いやもう一生心に残る時間だったと思うんですよね、今日の商工会が絶対に忘れないもん一生。ありがとうございます。素敵な時間にしてくださってありがとうございます。これからも頑張ります。本当にありがとうございました。ちょっとここら辺で配信を終了したいと思います。またゆっくりお話しします。今日は感謝の気持ちをまず込めてありがとうございました。